8月24日、経営の神様、稲盛和夫氏が、お亡くなりになられました。京都の自宅にて、老衰でお亡くなりになられたそうです。まずは、ご冥福をお祈りいたします。さて、今回は、昨年12月、ダイヤモンドオンラインの取材で、このような記事が掲載されていました。それについて、触れておきたいと思います。経営の神様稲盛和夫が教えた、私が飲食店を開くならこんな店にします。結構飲食店これから目指そうと思われる方も多くいらっしゃるかもしれません。まあ経営の神様がどのように考えていらっしゃったのか、興味のある方も多いのではないでしょうか。では読んでいきましょう。経営の神様稲盛和夫氏に飲食店の経営論を聞いてみた。脱サラして飲食店を経営したい。早期退職制度に応募して割高の退職金をもらったから地元に戻ってかみさんと一緒に小料理屋でもやろうか。人生100年時代の生活設計としてそんな将来を思い描く人もいるだろう。カフェでコーヒーを飲みながら、その店で新そばをすすりながら、自分ならもっとこういう店にするのに なると無双することもあるはずだ。日本を代表する経営者であり、ソフトバンクグループの創業者でもある孫正義氏、アリババグループの創業者であるジャック・マー氏など、名だたる経営者が尊敬してやまない経営の神様、稲盛和夫氏。その稲盛氏に、もし一軒の飲食店を任せたら、どう経営するか、という質問を私の取材インタビューでかつてしたことがある。稲盛さん、あなたがカフェや飲食店を開くならどうしますか？だという質問を経営の神様に対してする私も私かもしれないが、しかもそれがランチにマグロ丼を出す寿司店だというのだから面白い。一体どんな発想なのか。稲盛氏は、職人視点でいいネタを厳選し安く仕入れるだけではダメだと説く。職人が雇われる立場ではなく、オーナーだったらどうか。その日、マグロが安いとなれば、トロや赤身を多めに仕入れ、ランチメニューにマグロ丼定食を出す、といった発想をすると思います。ビジネスマンを喜ばせるなら、ボリュームがあって値段は600円程度でしょう。これは利益率 10% 達成が無理だというのなら、マグロの他にアジをさりげなく加えます。それから、しっかりと原価計算をします。一人分につき、マグロとアジで200円、赤だしの味噌と具で50円、その他にガス、水道代を安分するといった具合です。それでどれだけの粗利が取れるか、商売の醍醐味はそこにあるわけです。さすが、徹底的にコスト計算、コスト管理、というのが常に頭にあるようです。続いて、職人視点で言えば、美味しい魚を安くお腹いっぱい食べてほしい、と考えがちだ。実際こんなに安いのに美味しくてたっぷり食べられるお店としてメディアで紹介される店多い。そのような店の店主は採算度外視、正直赤字と言いながら、でも皆さんに美味しいものを食べてほしくて、などと話すことも多い。お客さんの笑顔、それこそ店が経営する楽しみではあるかのように。だが、稲盛氏は違う。商売の醍醐味は、どれだけの粗利が取れるかにあるというのだ。売り上げを増やしコストを抑えるための創意工夫はどの商売にも通じる。稲盛氏はそう語る。確かに飲食業は浮き沈みの激しい商売だと言われる。諸説あるが、廃業率は開業から1年以内で 50%、 3年以内が 70% 以上、5年以内では実に 80% にも上るとされる。新しく開業した飲食店が5年以内で約8割潰れてしまうということですね。やはり厳しい世界なわけです。身近なところで考えても、できたと思ったらいつの間にか消えていた飲食店が思い浮かぶのではないか。いや、あまりに早い撤退に店があったことすら覚えていないかもしれない。なぜそうなるのか。一つには、稲盛氏が指摘する通り、自慢の料理を振る舞いたい、美味しいものを食べてほしいと考え、自ら腕を振る職人が、店の経営も同時に行うからだよ。その場合、
先のコスパ店のように、美味しいものをたくさん食べてほしいので、コストは度外視というスタンスになりやすいのではないか。逆説的な教訓として、開業から3年以内に8割が潰れるラーメン屋を失敗を重ねながら10年も続けてきたプロレスラーが伝える、してはいけない逆説ビジネス学、マリブックスという本がある。筆者は元プロレスラーの川田俊明氏だ。ラーメン店を開業し、なんとか10年続けてはきたが、その過程でベンツ3台をラーメンスープに溶かしたという、つまりそれだけの資金が経費として消えてなくなったということだ。ラーメン店の出店ブームは長期的に続いている。名店からののれん分けや弟子筋の出店も少なくない。店主は皆ラーメンに一加減あり、独自の考え方ですね。これ、こだわりの一品を出そうと試行錯誤を重ねている。トリュフや黒毛和牛などを使った高級路線がブームになったかと思えば、一方では素朴な中華そばが人気を博したりもする。だが、こうした、生まれては消えていくラーメン店が稲盛氏の言う、どれだけの粗利が取れるかという商売の醍醐味をどこまで理解しているかは、大いに疑問だ。実際、川田氏はこう述べている。この本を読んで、こんなに大変なら、やっぱりラーメン屋になるのはやめようと思ってくれる人がいてくれた方が、俺はいいと思っている。こんなに成功する確率が低いビジネスに人生をかけてチャレンジするなんて本当に無謀なこと。チャレンジというより、これはもうギャンブル。それほど飲食店厳しいんですね。さらに今、ちょめちょめが流行っている時期に、やっぱり飲食店というのは、なおさら厳しさを増している可能性が高いと思われます。飲食店経営をギャンブルにしてはいけない。5年以上経営を続ける 20% 以下しかないとされる有料店になるためにはどうすればいいのか。そのためには、ガス水道代まで原価に安分した、徹底したコスト意識が求められる。稲盛氏も売上を増やしコストを抑えるための工夫は、ラーメン店でもおでんの店でも同じと述べている通りだ。まあそうですね。稲盛氏は、経営破綻していた JAL の再建にも携わった人ですから、その辺は徹底した、やはり信念というのがあるんでしょう。ところで、稲盛氏のマグロ丼アドバイス。実は、稲盛氏の実弟が経営する京都市内の寿司店で、実際に展開された経営論だったという。稲盛氏は、経営者意識を持っていい店にしてください。と、職人たちに話すとともに、彼らを一流の京都の料理店に連れて行き、お酒を酌み交わしながら、寿司店を繁盛させるための働き方や、人生観、経営論、とうとうと述べたという、かなり贅沢な個人事業と言える。この店は、稲盛流アドバイスをどう活かしたのか、その後が気になるところだ。と、締めくくっています。まあ、さすが、やっぱりね、美味しいものを単に食べさせたい。といった信念だけでは務まらない。徹底したコスト意識、コスト管理が必要だということでしょう。さすが、京セラや第二電電の創業者だけだということに重みがあります。ということでね、今回は、まあこれから飲食店を始めようかと考えている方にも参考になったかもしれません。以上となります。